またこれが一歩近づきました。そうですそうですそうです。はい。わあ、フォーアンダー。来ましたよ。フォーアンダー来ました。来ましたね。なんとかあと一つ。あと一つ。うん、ティーショットも多分まっすぐなんですよね、向いてるところに、はい、見てて、うんうん、だから結局右出てるときは右向いてるってことですよね、はい、普通にね。あ、そういうことなんですね。結構自分がその飛ばしたい方向を向いちゃうことがあるんですね、はい、自分がピンを向いちゃったら、うんうんうん、ボールは前にあるから、うんうん、球は右向いちゃうんで、うんうん、はい、絶対自分の目線はピンよりも左に、はい、多分グリーンだったら左端ぐらい向いてるぐらいでちょうどまっすぐ向いてるんで、自分がこうピン向かないよ。それを始まる前に言ってもらえますか。結構後半にね。始まる前に言ってもらっていいですかね。そうですね。ダメだな。ねえ。ちょっと右向いてますよ。本当に今の説明すごく分かりやすいな。はい。これはためになるんですから。そうですね。そういうことね。勉強になります。はい、ありがとうございます。さあ、4アンダーときまして7番です、はいはい、7番もパワー5、はい、480ぐらいですね、大体、はいはいはい、見てください、ほぼまっすぐで右に、ね、右のグリーンにありますね、グリーンが、はい、そうですね、これはもうもうまっすぐですよ。まっすぐ打つってことですよね。まっすぐ、はい、まあまあ贅沢を言えば左側の方が次狙いやすいってことはありますね。そういうことですね、でもアゲンストですね、はい、そうですね、はい、真正面アゲンスト、はい、ちなみにあのしましま棒までは何ヤードぐらいでしょう。はい、はい、市原プロにブルッとブルッときました、はい、240ジャストです。240、はい、うん、なんとかティーショットは僕が松田さんを使いたいと、はい、そうですね、はい、ここでちょっと先ほど聞いた僕がちょっと右向きすぎてるというお話を聞いたので、はいはいはい、ちゃんと大体の人がアマチュアの人は右向くって言いますもんね。そうですね、そうですね。よし、いいとこ向いてます。いいとこ向いてますか。おお、これはもらった。すごい、これもらったよ。大丈夫、いいですね。はい、オーケー、よし、使っていただきたい。これはいい、これはいい、オッケー、いきました、いけるいける、ナイスボールです。よかった。だからやっぱり向きがあったかもね。いや本当そうですね。もしかしたらね、ちょっと振りやすかったです。あ、いいとこ抜けがこう、いいとこ見てました。なんで7番で言うんでしょうね。そうですこれが本当厳しさなんですかね。なんですかね。ここからフェードフェードしてくる。わあ、素晴らしい。綺麗なボール、ナイスボール。綺麗なボール。ビューティフォーです。素晴らしい。ビューティフル、ビューティフル。本当ビューティフルですよ。なんですかそれ。めちゃくちゃコントロールされたいいフェードですよね。いや本当ですよね。素晴らしい。じゃあ行きます。お願いします。わお、うわー、すごい、飛ぶ飛ぶな、ちょっと左ですけど、え、すごい、飛びすぎじゃない、飛びすぎですね。飛びすぎじゃないですか、はい、ちょっと左ラフですかね。そうですね、まあ市原プロのボール使ってる場合じゃないからね。もうここまで来たらね、なんとかもう真ん中目指して、素晴らしい。めちゃくちゃいい。いいよね。いいよね。めちゃくちゃいいの言ってますよ。おお、素晴らしい。これ、素晴らしい。僕もあるかもね。ありますあります。じゃあでもそうですね。ここもいや、どっちか話し合いですね。もう私もプレッシャーが。どっちが先輩や。出たこの吉本のやつ。吉本やろ。そうです、吉本です。やった吉本の子先輩ごわのやつ。でもいいよね、いいよね、お互い良かった、いいショット出ました、これはいいよ、いいショット出ました。
とりあえずどっち選ぶか決めましょうか。そうですね、これ松田さん、はい、私です。で僕あれか、はい、そっか。でもプロちょっと考えてくださいね、はい、ここからだと、はい、僕のよりは多少近いけどちょっと木がちょっと気になるっちゅったら気になりますよね。そうですね。で僕の方は、はい、ストレスなく触れますね。ストレスなく触れますね。あ、本当ですね。ね、はい、で距離は変わるって言ってもそんな言うほど5ヤードぐらい。そうでしょうね。そうですね。10ぐらいですね。10ヤードぐらい、弱ぐらい。10も変わる。10弱ぐらい。でも多分乗せれるのって、はい、1ヤードプロしか乗せれないんですよ。だから、はい、こっちでも乗れますか、距離的には。多分こっちからでも行けます。なんでこっちを選んでも多分、はい、私たち3人は乗らないんで。あ、そうか。3ダメ勝負ですよね。はい、どっちみち3ダメ勝負のところに置くっていう、はい、マネジメントになるんで、はい、どっちを選んでも、うん、はい、一緒だと思います、私は。はい。はい、じゃあ僕の行きましょう。なんで？すいません。理由は何やねん。じゃあ理由を述べよう。もうやっぱりこれはフォトゴルフなので、うん、やっぱ先輩には最後残しておきたいっていう僕の気持ちです。なんで残すんよ。残された気持ちになってもいいや。いや、そういう時に本原さん強いじゃないですか、やっぱ。強くないよ。僕もういざという時本当ダメなんですよ。だからこういう仕事の時ぎっくり腰やっちゃったりとか。M1 の時も俺コンタクト忘れて出たんですよ。何にも見えず M1 グランプリ出てたんですから俺。そういうことやっちゃうんですよ俺。危ないですから俺。まあでもそうやな、はい、うん、あのでも単純に近いし、どうせ3打目勝負って何やったら、はい、そうですね、行きましょう、はいはいはい、ありがとうございます。もうそこはね一応ね2個処理した。よし、うん、じゃあ今度はそのまま松田さんから行くか。はい、打たせていただきます。これ、ね、190ぐらいが安全にこうヘアウェイに置けると思います。それ以上行くとラフ行っちゃったりとか、はいはい、右気をつけてくださいね、向かないように、はい、ちょっと左でもいいぐらいなんで。そういうことです。あれ あっちじゃないですよね、こっちですよね。右です。でもちょっと右木が出てるんで、はい、じゃ行かせていただきます。はい、松田さんお願いします、はい。な、2打目全部これですよ。2打目全部全部これ。しかもアイアンじゃないのに、ね、アイアンじゃないのに打ったのにね。はい、どうした、プロ。これはゲームなんでしょう。やっぱちょっとこう上げに行っちゃってますね。上げに行ってるんだ、はい、アイアンとエラーは一緒ですね。あ、下のソールを滑らす、一回滑りの時に滑らしてあげて、あ、下をスッとあげるんですよ。そうですよ。あ、なるほど。 そのまま行けばいい、はい、スッとあげると勝手に球上がってくれるんで。なるほど、はい、なるほど。まあまあまあ、はい、プロがいてるんで、はい、じゃあ僕行くね。お願いします、ね、お願いします。僕も190ぐらい打てたらいいかなって感じです。バンカー方面にユーティリティの4番でちょっとでも巻いちゃうよね。あ、右行った。これはダメだ。これは OB ですね。出てきてる可能性もありますけど、これはダメですね。すいません、プロお願いします。すいません。頑張ります。5番ウッドで打ちます。うわ、綺麗。すごい綺麗。ありがとうございます。ナイスボールです。バンカー素晴らしいですね。ナイス、はい、完璧です。もうあれは狙いやすい。あ、すごい。ナイスボールです。ナイスボールなんで、市原さん、はい、もう思い切ってお願いします。はい、思い切っていきます。はい、もう亀田さん置いてくれてるんで、はい、ピンまで238ヤード、はい、238、はい、風はちょっと左上げになるんですかね。ちょっと上げてますね、はい、ですね、ちょっと上げか。グリーンの左サイドから少しフェード目で、はい、いければ、はい、いきます。
ちょっと引っかかったですね。ちょっと引っかかった。グリーンの幅に合ってる。乗っちゃえ。乗っちゃえ。ちょっと大きい。乗ったかな。ちょっと大きかったかもしれないですね。ちょっと奥に転がってるかな。これでも大きい。ちょっと捕まっちゃいましたね。まあまあちょっと行ってみましょう。はい、どっちがいいか。プロのお二人のどっちかが、どっちかがいいでしょう。みんなまあそれぞれね、今日は違うタイプ持ってますが、はいね、僕はもう距離計使うの初めてだったんで。そうやね、はい、どうですか実際持ってたら。 いつも何にも使ってない状態で、うん、あと何ヤードだろうと思いながらやってたんですけど、はい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 、これで測ると、はい、あ、もうあとこんだけなんだ、じゃあこのクラブでっていうのをむちゃくちゃ選びやすくなりました、ね。そうやね、早いですね。だからやっぱりどうしてもセルフプレーも多いから、はい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 、ね、キャディーさんいてないから、これやっぱりあると、ね、はい、プレーもこれ速くなるし、はい、ね、分かりやすい。確かに、ええ、やっぱ速くなれば心の余裕も出てくるんで。そうですね、どんどんスコアのメイク、スコアメイクも良くなってくると思います、うん、はい、はっきり何ヤードって分かるのいいですね、はい、迷いがなくなりますよね、はい、どのクラブ使うかっていうのが、はい、でやっぱりこうやってドッグレクトがあったりすると、うん、あそこまで何ヤードとかって不安になるじゃないですか、はい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 、その時にパッと当ててパッと出るって。なるほどね、もう早いっていう、ね、便利ですよね。別にそうですね、旗だけじゃないですもんね、見るのね。そうですね、別にあそこまでってことだもんね、はい、でボールからあとティーグラウンド後ろ当てて、はい、これは何ヤード飛んだっていうのも面白いですね。あ、なるほど。それもできるか。あ、いいな。なるほどなるほど、今回のドライバーこんだけ飛んだみたいな、うん、そうですね、ね、そういう使い方も結構面白いと思う。いろんな使い方があるんだ、ね、ピンに当てるだけじゃないですよね、だから。さあここからまあ難しいけども4人で打てるんで。そうです ね、 ね、ピックアップします。はい、うん、ちょっとやっぱ下ってますね。ね、なんか結構早そうだね。早そうですね。早いは早そうですね。僕から行きます、じゃあ。はい、僕松田さんの順で行きますか。はい、はい、ね、よし、お願いします。はい、行きます。あ、やってもあるんですね、蛍原さんもこういうこと。いや、全然ある。全然ある。安心した。全然ありますから。いきなり一応置いときますね。そうですね、はい、もしかしたらあれですからね。一応置いとくね。はい、よかった。あるんですね。全然ありますよ。こういけ。あ、なりますね。いやいや、これやっぱ難しいから。難しいっすね。でもこれは本当にね、勉強なんだよ。綺麗にこう下がれるから、こういうアプローチはね。なるほど、うん、ちょっと逆目ですね。そうなんで、そうなんですよ。そういうのがあったんですね。うまい、うまいな。入れ入れ入るんじゃない。うわー、惜しい。いやいや、 あそこやったら入れれる。ありがとうございます。パター入れれる、あそこやったら。そうなんですよね、これ逆目なんですよね。ちょっと逆目です。自分もちょっとワンクッション入れながら。うまい。いや、これいいよ。ちょっと食われすぎたっすね。ゴー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 これ入れたら、はい、5アンダー、5アンダーね、これ入れたら、ね、はい、よし、まずは行け、行きます。入れれる。そうですね、さっきより全然短いんやから、お前長いの入れてんやから。入れてますからね。まあ一番最初なんでね。そうそうそう、それでいいんだ。ナイスバーディー。それでいいんだよ。ナイスバーディー。
すごい。すごい。すごい。素晴らしい。いやいや、いいとこでしたから、もうまっすぐって。難しいですよね。難しい。難しいです。これ、本当ですか。これ入れれないよ、なかなか。はい、うん、何も考えずいけました。いや、ノンプレッシャー。簡単に打ちました。簡単に打ったね。いや、そういうもんやな、深いな。外してもいいって気持ちがあると、やっぱ。いや、上手上手。いや、ナイスです。ということで、バーディー5アンダーになりました。あと8、9と。はい。ボギーもうパーパーでいいんです、はい、そうですね、ボギー叩いたらただティーショット縛りが僕と僕はもう終わりました。そうか、はい、僕はどっちかや、8、9で僕の使ったらいいね。はい、はい、はい、そうですね、はい、とりあえず次使うようにするから。はい、はい、オッケーオッケー、よし行こう、行きましょう、よし行こうさあ8番まで来ました。はい、5アンダーでこのままパーパーといけばいい、はい、ティーショットとりあえず僕をなんとか使ったら合格ということで、はいはい、パー3、165ヤード、はい、打ち下ろしがありますね、はい、亀田さんがちょっと見ていただきましたんで、はい、何ヤードでしたっけ。144でした。144、はい、市原さん、うん、風はどうみたいでしょうか。風はですね、どうだろう、ちょっとアゲンストになると思うんですけどね、右からの、はい、よし、パーでいいですから。そうですね、はい、だから僕グリーン乗らんでも、はい、2人が寄せれるでしょ。はい、はい、ね、はい、でプレッシャーパターはうまいんやからなぜ自分が活躍しないなぜ乗せない蛍原さん、ここ乗せるつもりでいきましょう。ね、順番どうしよう蛍原さん、最後に打った方がってことですもんね、さっきから。そうですね、さっきから最後がいいよね。最後、最後行く、はい、あと決めて、はい、僕1番いきます。はい、じゃあ、もう僕のアイアンはもう4、はい、うん、僕順番最後がいいもん、はい、今日は。じゃあいっちゃいます。で、こっち向いて、もうちょっと近い、もう、あ、あ、左の方行きましたね。ちょっとでかいっすか。でかい、どう、あ、でかい、でかい、バンカーの上ですね。バンカー上、あー、7番でギリ止まった、止まりました、7番で。7番で、で、あそこまでなんでちょっとでかかった。私も7番見ます。アイアンが7番でも今までで一番アイアンは当たりました当たりました、アイアンに当たりました。うわ、いい、これはいい、これはすごい、向かっていった、飛べ飛んで、ナイスです。ありがとうございます。素晴らしい、あんな打ちたいなそれ打ちたい、いいボールですね、いいボール。よし、あんまりアゲンストっぽくないですね。ぽくない、あんまり風なさそうな感じですよ。はい、うわー、うわー、すごい、風がピターン、ナイスです、ナイス、ありがとうございます。ちょっとあそこやったらバーディーもあるよね。はい、じゃあ蛍原さん、僕ね7か8かでまず迷ってるんですよ。はい、ちなみに私7で打って、はい、でちょっと抜けてあのピンハイぐらいまで行ったんで、うん、多分7でちゃんと当たったら大きかったのかなっていう感じがします。感じ、はい、じゃあ8でいこうか。そうですね、もういいかもしれないです。じゃあ8でいきます。アゲンストじゃないかもしれない、みんなが8って言いますよ。ちょっと、はい、保険かけないでください。じゃあ僕はダメですよ、ね、相談したからね北村先輩だないや俺は別に7でもよかったやから7で振ってもらおうかな、7で。お、あ、いいですよ。バンカーやめて。はい、こちら。あ、いいとこじゃないですか。あ、いいですよ。狙えるって。あれ、いけ、めちゃめちゃいいとこ。ね。はい。いや、いいですよ。ちょうどバンカーじゃないもん。バンカーじゃないです。ね。みんなバンカーじゃないんですよ。みんな。みんな違うんです。みんなバンカーじゃないんですよ。マジで。はい、ホタルさん。マジで。はい。バンカーじゃないもんじゃなくて、みんなバンカーじゃないです。
何歳やねん。45で、はい、54やすいません反対や45のそうですねすいませんでした。今もうゴルフのことしか頭ないんで仕事休み取りすぎて、うん、ちょっと一回給料やばかったんですよ。で奥さんにそなんでそんな休むのみたいな。まあまあでもゴルフにハマる気持ちはわかる。なりますよね、うん、ほんでやってきたらこういう計測器と出会ったりするやろ。そうなんですよ、ねね、今日初めて使って便利性が分かるやんか、はいはい、ほんでしかも俺もこれはちょっと知らんかったんけど見てください、はい、これねこれねこうマグネットでもうくっつくようになってんのくっつくんですね。ほんで普通ねこの計測器ね、はい、あのカバンに入れたりこのカゴに置いたりするんだよ、はい、ほんで割と、はい、あの忘れたりとか、はい、こうちょっと邪魔くさかったりすんねんけど、はい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 、もうこれでいけるから。そうです、ね、絶対に忘れない。忘れないですねこれ。これ便利。これは便利ですね、うん、これはクールショット 50i あーいいだけ言ったらがつくんですねこれね。つくこれ覚えとって。わかりました、うん、これよこれがいいんですね、はい、まあまあスライスですよね。はいちょっとスライスすると思います。ちょっとスライス、はい、でもこうなってんのか。でも距離があるんでグリーンにキャリーしても良さそうな感じがします。ほんだ僕から行きますね。もうこのまま僕のボールなんで。はい、はいよし。これはちょっとこのアプローチ僕活躍しよう絶対。うん、面か。うまいんじゃない？良さそう。良さそうやね。蛍原さんこれ入るあります。入るんじゃないですか？入るあります。いいよね。すげえ。よし。すごい。めちゃめちゃいいアプローチ。これマークしとこうか。ここマークの方がいいよね、はい、よしちょっと大活躍入れるだけですね。ありがとうすべてすごいうまい。ナイス。これすべて蛍原さんの球で行くパターンありますよ。ありますあります。あれさっき蛍原さんあそこ落としたもん。あでっかいわ。当たれ当たれって入っちゃう。おお惜しい惜しい。うわ大きいやん。ゴー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 入っちゃい入っちゃい。もうバーディーでいいよ。うわーすごいナイス。出ます素晴らしい。はい出ます、ね、すごいですね。もうこれなんよ。こうなんよプロの方の本当に難しいっすね。いやー2人とも完璧でしたね。完璧ですすいません。うわ弱いティーボールで、うわこれも寄っていく寄っていく、ゴー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 。いやーよし、なんとかパーは取れるやろ、はい、取れます ね私なんか近かったんですけど、いいですか、ね、え、カメさん何ですか。私の感じがカメさんなんていよいよ言い出しましたよ。何ですか何ですか。こっちでも入りますけど、こっちのが一応近かった。あすいません。え、どういうこ と, ちょっと僕のんで盛り上がったよね、うん、はい、はい、盛り上がりました。盛り上がりました。ただ金谷さんは金谷さんはどっちですか。え近い。こっち僕ですよね。いやそれは違うそれはダメです。蛍原さんそっちです。これ金谷さん、金谷さんは近いって今、うん、はい、どうぞ。もうあこれ入れてくださいよ。これでここ、はい、入れてくださいよってあ、すいません、なんかいやいや全然全然失礼全然大丈夫です。カナダ何も言わず僕のボールも回収しましたいいじゃないの、それはそれはいやいやパーね、パーでした。よしナイスです。ナイスパース。パーでした。よかった。よしこれで5アンダーで、はい、最終ホールです。最終ホールでティーショットも全員使ったんで、使いました、はい、もう合格。はい、はい、よっしゃ、なんとかパーで上がりましょう。そうですね、はい、お願いします。お願いします。さあ最終ホール来ました。はい、なんとかここまで5アンダーです。はい、さあここでパーで上がったら、はい、視聴者の方にプレゼントできます。はい、まあパーで上がるのでいいんですけども、うん、もし、はい、バーディーで上がって、はい、マイナス6になると、はい、俺はもうニコンさんに甘えるよそうですよね。ここはそのチャレンジはね、蛍原さんから正直もう言っちゃうよ、ニコンさんに甘えるよ。甘えますよね、はい、だって5アンダーってむちゃくちゃ難しいよ、いや難しいですね、このコースで、はい、ね、
ほんでなんとか守り抜いてここを守ったらいいところを、はい、攻めてもう一個バーディー取ると、はい、マイナス6にする、はい、5でいいのに6にする、はい、これはもう一個甘えるよ、はい、ニコンさん視聴者の皆さんお願いします。頑張りますから、はい、見とってください、はい、じゃあこれバーディー取りましょう、はいはいね、頑張ります、頑張りましょう、はい、取りましょうニコンさんにプレッシャーかけましょうだからまあここは本当にベストボールでいいんで、はい、そうですね、右ドックになってます、はい、パー4です、あの赤白棒までが200なんですがちょっと上ってるんで、はい、まあ僕たち、まあ、3人はあのボールからちょっと右に行けばいいぐらい、そうですね、まあ、プロがだからどう狙うのか、はい、でも林の上ですね、林の上です、林の上行きます、だから市原さんやっぱり最後やね、そうなったら順番、はい、ほんだら一番は亀田さんがちゃんといいとこを置いておいてもらって、はいはいはい、僕たち気楽に行こうよ、気楽に、ね、はい、楽しいゴルフを、うん、はい、うん、すいません、やりましょう最初の楽しみ、そうですね、最初の楽しみうわー、コースなり、コースなり、コースなり、大丈夫ですか、うん、大丈夫です、完璧です、はい、素晴らしい、素晴らしい、ナイスフェードボール、素晴らしい、まあ一番いいのは赤白棒からこう右に行ってくれた一番いいよね、そうですね、あ、全然赤、また左出た、左行きましたね、やばい、あ、でもまあ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 大丈夫、はい、すいません、駆け上がってた、松田さんお願いします、さっきのTショット使ってよかったですね、よかったもうこれ使ってなかったあれ使わなかったから ねよかっただなやっぱいいのいいの出るんですね、あのね、いいのもう4人で、はあ、4人でのチームやから、ね、よかった、うん、はあ、なんで最後こんな出るんですかね、もう気持ちいい、それがゴルフなのよ何回やっても出るのよ、うん、出ましたよ、うん、球がこれ上がりきんなかったですね、どうすか、どうなんだろう、どうすかね、ちょっとチッと当たったぐらいで、チッと当たりました、まあちょっと行ってみましょう、球が上がりきんなかったですね、だって今日の市原プロのボール、はい、こんなとこにあんのっていうのありましたから、ね、うん、一番ホールからちょっと分かんないですこれは、ちょっと蛍原さん、カメラさんが、カメラさんがもう T さして私のでしょっていうやってます、いやでもそれしかないでしょ、そ相談なくやりだしてました、だいやいやそれしかないもんだって、でもちょっと相談ぐらいはしてほしかったですそれは113でした113ですって、はい、113ですってじゃなくて相談の話をしてるんですよ、はい、日が暮れちゃうの早くしないと相談ぐらいしようよ、やっぱバーディーパッと打ちたよね、誰かがやっぱグリーン乗っけて、はい、あ、どこ行った、あ、右のバンカーの方に、うん、打ちましたね、あ、全然見えてない、ちょっと右ですかね、右のバンカーの右ぐらいにあります、はい、すいません、やっちゃいましたもうどこ行ったかも見えてないもん、自分ですっごいっわー、左だ、まあ、でも乗ったと思いますけどね、あ、ちょっと手前、あ、ちょっと手前の、うんうん、すいません、まあまあまあ、でもいいショットですね、そうですね、うん、まあまあ
やっとアイアンが。素晴らしい。足りじゃないですか。飛べ。おお。ナイス。すごい。ナイス。よし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 。素晴らしい。バーディー。バーディーいける。バーディーですね。きます。あ、ちょっと食べたっすね。噛んだっす。ちょっと手前か。ちょっと手前。あ、でも亀田さんがいってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よーし。はい。行きたいですね、これバーディー。よし、入れようよ。はい、入れましょう、入れましょう。てか、OK ついてるような気がするんですけど。え、そんなに、うん。こういう時にこれ当てるとちょうど。あ、なるほど。あ、なるほど。望遠鏡みたいな。わ、もう多分あれ OK だね。マジで OK ぐらいらしいよ。手前でも1メーターぐらい。縦距離だからどうですか。あ、でもそうですね、ちょっと遠くないですね。すげえ。すごいな。すげえ。すごい。すごい。わあ、すごい。1メーターぐらい。ああもう。ああもうバーディー。バーディーだ。バーディーだ。バーディーだ。バーディー。これはもうこのナイスショットの。はい。亀田さんに決めていただこうか。そうですね。ですね。マックしてるんで、はい、なんか何かあったら助けてください。はい。はい、そこですよね、やっぱね。はい。じゃあ僕のボール開始します。いや、当たり前やん。なんで今更それ選ぶの。ちゃんとこう相談しながらっていうのね。相談なんかないよ。もう絶対これなんやから。亀田さん見てなかったもんな、俺のボール。当たり前やん。ナイスバーディー。よし、ナイスバーディー。バーディーというのはナイスバーディーです。素晴らしい。素晴らしい。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。トータル9ホール回りまして、はい、皆さんで協力した結果、マイナス6ということで6アンダーとなりました。素晴らしい。ということで目標達成です。はい、素晴らしい。目標は、5アンダー出れば、はいはい、視聴者の方1名様に、はい、こちらでございます。松田が持ってるクールショットプロ2スタビライズ、はい、こちらですね。はい、はい、ちゃんいいやつですよ、言ったら。一番いいやつですからね。ちゃんいいやつをプレゼントということ。それは、始まる前に、はい、5アンダーというそうですね、はい、こういう決まりでした。はい、上がったら何もでしたっけ。6アンダー。6アンダーか。はい、ちょっと待って、9ホールで6アンダー、はいはい、これはなかなかできることじゃないよね。はい、すいません、ニコンさん。カメラの後ろのニコンさん。ニコンさん、あのちょっと甘えさせてもって、うん、甘えたいんですよ。はい、あの一回、本社の方に帰っていただいて、はい、相談していただいていいですか。もちろんですということで。もちろんです。いやあのできる範囲で。そうですね、はい。ということで、はい、いかがでした皆さん。もう暗くなってきたんで、はい、だいぶもう肌寒くなってきて、はいはい、この4人ですの楽しいですよね。楽しかったです。本当に。で、松田は初めてのことなんで、はい、初めての距離を使いながら、はいはい、まだ4ヶ月で、はい、これも非常に使いやすかったですし、ね、はい、ちょっとアイアンでいいとこ見したかったですけどね。見したかったね、はい、ああいうことありますね、やっぱね、はい、またぜひプロのお二人もまた、はい、こういう機会があればぜひお願いします。楽しかったです。ありがとうございます。もうだって試合もね始まりますんで、はい、そうですね、はい、応援してますんで。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
チャンネル登録お願いします。